はい、皆さんこんにちは、デフです。今回は放置少女副章解説再録立花宗茂やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、前回のアップデートでですね、再販でやってまいりましたので、早速再評価していきましょう。まあ、どうやら僕の動画では初版以来ですね、再評価をしてないみたいで、まあ、それも、2021年、まあ、去年ですね、去年の3月ぐらいに、まあ、初版だったんですよね。で、再版がなぜかすぐ来ちゃって、5月ぐらいに来ちゃったのかな、3ヶ月ぐらいで、来ちゃって、まあ、その時は、まあ、3ヶ月ぐらいだったら評価変わらないので、再評価せずに、初版の動画見てくださいということで、話を進めてたんですけど、まあ、どうやらそこからだいぶ空きまして、やっとですね、2022年1月に、再販化されましたと、まあ、いうことなので、まあ、かなり前回評価してからちょっと時間が空いちゃっていますよということで、早速見ていきましょう。立花宗茂は武将で和の陣営となっています。そして専属武器新鋭セットだけ見ていきましょう。立花宗茂専属ステータス、防御貫通がプラス900、攻撃力が 18%、体力値がレベル ×200 となっています。パッシブ出しておきましょう。そしてパッシブスキル。攻撃力が 44%、防御力がレベル ×180、最大 HP が 44%、ダメージの 30% を相手に反射。筋力値がレベル ×240、物理会心ダメージが 40% 増加。ということで、まあ、パッシブだけ見ていくと、まあ、貫通が片方しかついてなくて、そして、あとは筋力値ですよね。で、物理会心ダメージはついているけど、会心値はついてないパターンになっているんで、まあ、ちょっと、まあ、筋力値はいいんですけど、まあ、物理会心ダメージと防御貫通がダブルでついてないっていうところですよね。うん、物理会心ダメージがついていれば、会心値とセットであればなおよし、防御貫通がついていれば、物理防御貫通がついていればなおよしっていうところなんですけど、まあ、お互い一個ずつしかついてないというところで、まあ、これがうまくはまればいいんですけど、貫通の方はね、絶対片方だと、まあ、ちょっともったいないので両方欲しかったんですけど、まあ、これは MR で絶対つくでしょう。で、物理会心ダメージの方が、まあ、確定で出るならばこれでよしと、出ないのであれば会心値は欲しかったねっていうところで、ここはアクティブスキル次第になります。筋力値はもうここで、ついているので、まあ大丈夫ですね。あとはダメージ反射がついていますんで、まあ、これをうまく活かしていきたいなっていうところと、まあ、あとは防御力と体力値ついているんで、まあ、防御面、もともと立花宗茂武将なので、防御力で、まあ、そんな数値高くないですけど、防御力がついていることで、まあ、多少固めになっているっていうところと、まあ、体力値レベル ×200 で HP 漏れてますよっていうことなんで、バランスよくかな、ついている感じですね。まあ、特化型ではないって形かな。うん、防御面もあり、攻撃面も尖ってはないけど、うん、あるって形にはなるんで、まあ今で言うと、オールラウンダーというよりかは、器用貧乏に近いような気がしますね。うん、あとはアクティブスキルでどれぐらい尖れるかって形になっています。はい、ということでアクティブスキル見ていきましょう。残り HP パーセンテージが最も高い敵4名に 600% の物理ダメージを与える。毎回攻撃する前、敵の残り HP が 50% より高い場合、ダメージが倍になる。立花宗茂の筋力値が敵より高い場合、100% の確率で敵を2ターンの間撃砕状態にさせ、物理防御力と放出防御力を 80% 減少させる。攻撃した後、自身が2ターンの間援護状態に入り、受けるダメージが 50% 減少し、ダメージ反射が 100% 増加する。ということで、まあ、パッと見た感じ、撃砕というデバフと援護というバフがね、ついているので、まあ、ここだけ見てももう優秀かなとは思いますね。まあ、あとは攻撃の倍率になるんですけど、残り HP パーセンテージが最も高い敵ですね。HP サーチで HP パーセンテージが最も高い敵4名に 600% の物理ダメージを与える。ちょっと 600% は倍率として低いかなと、まあ、いうところにはなっちゃいますね。うん。で、敵の残り HP が 50% より高い場合、ダメージが倍になりますと。
まあ、毎度攻撃する前、という前提がまずついてて、敵の残る HP が 50% より高い場合、ダメージが倍になりますと。まあまあ、これは比較的取りやすいかなというところで、600% が 1200% に、まあ、なりやすいっていうところですね。そして、筋力値が敵より高い場合、100% の確率で、敵を2ターンの間、撃砕状態にさせ、物理防御力と砲術防御力を 80% 減少させますと。いうことで、まず、物理防御ダウン、砲術防御ダウンの撃砕が、まあ、入ってますよということですね。そして攻撃した後、自身が2ターンの間援護状態に入り、受けるダメージが 50% 減少し、ダメージ反射が 100% 増加すると、まあ、いうことで、まあ、この援護がねあるんで、防御面はねこれは安定かなと、うん、受けるダメージ 50% 減少してくれるん で、まあ、ダメージ減少大きいですよね。で防御力あってっていうところで、まあ、固めにできてはいます。さらにダメージ反射 100% 増加して、さらにパッシブでダメージ反射 30% ついていますんで、まあただのバフなので消される可能性はありますけど、消されなければ優秀かなと思います。うん。で、あとは撃砕が毎度攻撃する前とありますんで、まあこれはね攻撃ミスっても確実につけられるデバフとなっていますんで、まあデバフバフともに、まあこの子は優秀かなというところですね。まあ懸念材料としてはやっぱり、範囲攻撃で倍率が低いっていうところかな。うん、そうですね。まあ武将で、まあ一応防御固めとはいえ、スキル1で火力出せないっていうのは、まあちょっとしんどい ところになるので、この辺は MR での改善点になってくるかなと思います。そして、スキルの2番目。残り HP パーセンテージが最も低い敵4名に 800% の物理ダメージを与える。その後、残り HP パーセンテージが最も低い敵を4回攻撃し、毎回 800% の物理ダメージを与える。毎度攻撃する前、敵が撃砕状態である場合、必ず会心攻撃が発生する。攻撃するとき、敵を撃破するたびに、立花宗茂が自身の失われた HP の 40% 分の HP を回復しますということですね。まあ、どっちかっていうと、この子はスキル2が強いタイプ。スキル1はデバフやら、バフやらで活躍するタイプですね。でスキル2が HP パーセンテージで最も低い敵4名に、HP サーチで HP パーセンテージが最も低い敵4名に 800% の物理ダメージを与えると。まずは範囲攻撃ですね。で、4名に 800% の物理ダメージを与えると。まあ、スキル1もこれぐらい欲しかったなっていう印象ですね。で、その後、残り HP パーセンテージが最も低い敵を4回攻撃しますと。また HP サーチで最も低い敵を4回攻撃するんで、1人だけ5連撃食らっている形になります。まず範囲攻撃1発ずつからの4連撃になりますんで。で、毎回 800% の物理ダメージを与えると。いうことで、連撃の倍率も、UR 戦にしてはそこまで悪くないですね。うん。で、毎度攻撃する前、敵が撃砕状態である場合、必ず会心攻撃が発生するということで、まあ、ここでね、パッシブ、物理会心ダメージ 40%。まあ、本当は会心値もあればいいねってお話ししたんですけど、確定で、クリティカルが出るので、ここは会心値なくても大丈夫でしたね。うん。で、攻撃するとき、敵を撃破するたびに、立花宗茂が自身の失われた HP の 40% 分を回復すると。まあ、ここで重要なのが、自身の失われた HP の 40% 分しか回復しないっていうところですね。最大 HP の 40% ではなくて、減っている分の 40% しか回復しないということが、まあ、重要となってくるんで、まあ、そこまで回復しないんじゃないかなとは思います。で、さらに、撃破条件なので、撃破っていうのはなかなかね、取りづらい条件の中の一つなので、まあ、ちょっとこの回復は、まあ、そこまで期待できないかなというところですね。ここはもう MR で条件改善、求めるところかなと思います。はい、ということで、まあ、やっぱりスキル2は範囲攻撃からの連撃につながって、スキル1での撃砕がしっかりかかっていれば、スキル2では会心攻撃が必ず発生するという形なので、やっぱりスキル2が、まあ、強いタイプなのかなと思いますね。まあ、スキル1は本当に、デバフかけて、バフかけ、自分にバフかけてっていうところで生存能力を上げて、スキル2でしっかりダメージを与えていくといった副将かな。まあ、やっぱり UR 戦の中では、まあ、どうしてもこのスキル構成だけ見たら弱い部類に入ってしまうのかなと思います。まあ、もちろん内容的には強いんですよ。うん、内容的には強いんですけど、スキル1が範囲攻撃で弱くて、スキル2が連撃で強いタイプって、今までぶっ壊れてる子、ほぼいないんで。まあ、このスキル構成だけ見れば、内容は一回置いといて、スキル構成だけ見れば弱い部類に入ってしまうので、MR でやっぱりここは改善していかないと、まあ、なかなか地位向上はないかなと思いますね。
ただ内容も含めて見ていくとやっぱ将来性は高いと思います。まあ、もちろんスキル1が範囲攻撃から、まあ、さらに追加攻撃で、連撃とかが入ってくる前提なんですけど、まあ、撃砕が罪悪になったり、援護が聖護になったりすると、まあ、やっぱり強いと思いますね。うん、でスキル2ももともとある程度しっかり火力が出るような仕組みになっているんで、やっぱスキル1がね MR になってどれだけ改善されるかってところで、まあ、この子は変わってくるかなと思います。はい、ということでいつもの評価やっていきましょう。まあ、かなり久々の評価なんで、まあ、ちょっと評価変わってしまいましたね。タイプはサポート爆弾ということで、なかなか僕の評価にも見ないところなんですが、まあ、やっぱり撃砕持っててっていうところで、まあ、サポートメインになってくるのかな。今の環境だとやっぱり援護持ってたとしても復活とかがないとどうしてもスキル2まで打てない、状況が多いので、まあ、武将で防御力持ってて HP も上がっているので体力値でね、なので、まあ、援護もあるのでスキル2までいける可能性はもちろんあるんですけど、まあ、やっぱり火力がねインフレしてしまっている以上、まあ、ちょっと武将でも厳しいのかなと、援護持っててもちょっと厳しい恐れがありますんで、まあ、そこでアタッカーを名乗るのもまあちょっと微妙かなと。やっぱスキル2が強いタイプなんで、そこまで確実に生きられる保証がないと、まあ、どうしてもアタッカーとして名乗るのは厳しいのかなっていうところで、まずサポート部分ですね、撃砕が持っている、であとは爆弾援護を持っているっていうところで、まあ、ここを生かしていく形になるのかなと思います。ただ決して、アタッカーとして、攻撃力が低いわけではなくて、スキル1がどうしても範囲攻撃なんで、まあ、そこまでダメージ出ませんよと、いうところが、まあ、ちょっとマイナス点なのと、まあ、スキル2まで確実に生きられるのであればそれなりに火力は出るんですけど、まあ、現環境ちょっと確率的にはそこまで高くないなっていうところで、まあ、アタッカーとして名乗らせるのは微妙かなっていうところですね。まあ、ただ MR になって、まあ、しっかり耐えられるようになってくれば、またアタッカーとして、ね、名乗れるのかなと思います。そして戦場戦役ですね。戦場戦役は C プラスにしています。まず命中がないっていうところですね。パッシブで命中パッシブがないっていうところでマイナス点、ですね。まあ、ただ撃砕を持っているので、しかも攻撃前にこれ判断するので 100% 撃砕がつきますっていうところで、まあ、その分プラスにしているかな、 C プラス。まあ、サポート面の部分ですよね。うん。まあ、アタッカーとしてはちょっと攻撃力足りないかなっていう気はしますね。で、スキルにも範囲攻撃からの連撃になってしまうので、まあ、火力は出るんですけど、まあ、ちょっと時間ロス発生しますよということですね。まあ、範囲攻撃で4回分殴ってて、連撃で4回分殴るので、計8回分殴るわけなんで、だいぶ時間のロスが発生しますね。まあ、そう考えると、まあ、いくら火力出ても、ちょっと時間のロスもったいないかなっていう形になります。まあ、ただ、サポートとして割り切って使うのであれば、まあ、サポートプラスある程度の火力っていうところで、まあ、しっかり仕事する部分はあるのかなと。ただ、やっぱりミスはつきものになってくるんで、メインアタッカーに添えない方がいいかなと思いますね。やっぱ安定性に欠けちゃいますというところです。そしてボスですね。ボスに関しては B 評価にしました。まあ、スキル1が 600% のダメージ倍ですね。で、撃砕もつけますよっていうことで、サポート面もしっかりできます。まあ、援護はまあ、それなりに、ダメージ反射の部分は、ボスではそんなに仕事しないかなと思うんですけど、受けるダメージ 50% 減少はね、生存能力に関わってくるんで、こっちの方が、まあ、仕事するかなと思います。ただ、火力面は援護では変わらないので、まあ、見ていくところとしては火力面になるんで、まあ、600% のダメージ倍ですね。前半はこのダメージ倍も取れるので、ダメージ倍。そして撃砕がつけれますよというところですね。でさらにスキル2が 800% のまず範囲攻撃が入って、その後4回連撃になるので、計5回。5回とも 800% なので4000% ですね。でさらに撃砕状態である場合、必ず会心攻撃が発生するので、物理会心ダメージ 40% 持っていますので、だいたい物理会心ダメージ 250% ぐらいまでいくかな。奥義とかであればもっと伸びますけど、まあ、そこまでしっかり奥義取れる人っていうのはやっぱりトップランカーの人たちだけなので、まあ、そこまで計算してはいきません。なので、まあ、250% ぐらいが普通かなっていうところで、 100% アップで倍なんで、 250% だと、まあ、3.5倍、ちょっと計算しやすいように3倍で計算していくと、クリティカルなしで4000% 出るので、まあ、クリティカルがあれば3倍で 12000% ということで、まあ、かなりスキルにはダメージ出る方になります。でスキル1が 1200% プラス撃砕に入るんで、まあ、13200% に撃砕乗っかってきますよという形になります。まあ、なのでボスは B 適正でいいかなと思いますね。そして対人
対人に関しては、まあ、さっきも言った通りスキル1の範囲攻撃で、まあ、もちろんお城の攻めとかでは打ち漏らせばカウンターが飛んできて、援護で、まあ、同士打ちする形になるかなと思いますね。まあ、なので抜いていくというよりかは、まあ、やっぱり爆弾運用をしていくのがいいのかな。同士打ち、相手のエースと同士打ちして、まあ、残ったのを他の子で抜いていくみたいな形がメインになっていくのかなと思いますんで、まあ、この子は爆弾運用を持っているのであれば今のところ爆弾運用がいいのかなと。スキル2まで多分生きるのは厳しいような気がします。で、闘技場とかでも、まあ、もちろん援護とかで爆弾運用しながら耐えつつスキル2を打てたら最高かなという形ですね。アタッカーとして生きるのであればスキル2まで行きたいなっていう気はしますね。まあ、闘技場じゃないと多分厳しいのかなと。スキル2まで生きるのはね、お城の攻めとかではちょっとスキル2まで生きるの大変そうだなと今の環境上ね思います。そして防衛も、まあ、ちょっと厳しいねっていうところで、援護を発動させようと思ったらやっぱこっちから動かないといけないので、防衛は逆に相手から動いてしまうので、まあ、ちょっと厳しいところかなっていう気はしますね。そして短期特化度、短期特化度は C にしています。武将であるかどうか、武将ですね、戦場戦役適性あるかどうか、C プラスなんで今回は適性ない方と、まあ、一応撃砕使えるんでサポートとしてはいいんですけど短期特化には向かないですね。そしてボス、ボスはまあまあまあ B 評価なんで、まあまあそこそこ火力あるかなというところ。で、コスパ面どうか。まあ普通の UR 戦なので、まあまあ普通ですよということですが、将来性を見ればですけど、MR アバにこれからなると思います。MR アバになった時は非常にコスパが悪いですね。もちろん花嫁衣装も待機しています。花嫁衣装もコスパが悪い分類に入ってきますんで、ゼロから取るのであればね。うん。コスパ悪い分類に入ってきますんで、まあこれはどうしても評価が伸びづらいところかなと思います。そしてね、さらに今取っておいたとしてもこのスキル1が改変されるかどうかでこの子だいぶ、変わると思います。スキル1が改変されて、まあ、範囲攻撃からのスキル 2みたいな形で連撃に入れるのであれば評価上がると思いますが、いいデバフ、いいバフ持ってるんで将来的にね、ただ、まあ、この子の範囲攻撃がこのまま範囲攻撃ですよみたいな形になるのであれば、ちょっと対人評価伸びづらくなってくると思うので、まあ、そこがちょっと残念な可能性があります。なので、まあちょっと博打になってしまいますね。将来性を見てこの子を買うのかですねっていうところ。ただ現状ね、初版とか、まあ、早めに来た再版でもうすでに持ってて、育ててますよっていう人に関してはこれ MR アバにしない理由がないので、まあ、そこはしっかり MR アバにしてもらって、まあ、多少、対人で伸び悩んだ改変になってしまったとしても取って育てていくのがいいのかなと思います。あとはまあ1から取る人ですよね。まあその辺はコスパが悪くなってしまいますので、僕的にはあんまりお勧めしませんよという形になってしまいます。はい、ということで今回は久々の再販ですね。1回目の初版から2回目の再販はすぐ3ヶ月ぐらいでパッと来たんですけど、そこからかなり空いてですね、約半年以上か、7ヶ月、8ヶ月とか経ってしまった子かなと思いますので、なかなか久しぶりに来たんじゃないかなと思います。はい、ということで、チャンネルの登録、ツイッターのフォローなど、ぜひよろしくお願いします。ここまでお送りしたのはデフでした。おつデフ。